ちょっと電話させてくれ。何？また何かあったの？いや、そうじゃない。聞きたいことがあるんだ。手短にお願い。アマデウスはどうなった？ダメ。システムが落ちてるのか？違うわ。アクセスできないのよ。何者かがアマデウスのシステムを乗っ取ったのかも。ごめんなさい、もういいかしら。原因が解明できたらこっちから連絡するわ。マホタン、なんて？アマデウスが何者かによって乗っ取られたらしいって。乗っ取りか。モーツァルトつながりで何か関連があるかと思ったが。これは…おかり？電話…誰から？何が起こって…な…これは…アマデウスとサリエリ、
クリスと私、その二つは私にとって特別な意味を持った対応だった。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、誰もが知っていて誰もが認める天才音楽家だ。正式な名前はヨハンネス・クルゾストムス・ボルフガング・テオフィールス・モーツァルト。テオフィールスはギリシャ語で神に愛されたという意味。モーツァルトはその言葉を気に入り、同じ意味のラテン語アマデウスを通称にしたのだという。彼は35年というその才能に対して悲劇的に短い生涯の中で600曲以上の傑作を後世に残した。アマデウスは文字通り神に愛され、天賦の才を与えられた特別な存在だったのだろうか。私はそうは思わない。確かに彼は天才だったけれど、アマデウスにはアマデウスなりの努力と苦労があったに違いない。どんなに素晴らしい原石を持って生まれたところで磨き上げなければ宝石にはならない。彼の功績を天賦の才によるものと片付けてしまっては、その努力と苦労に対して失礼だ。しかしそれは同時に、モーツァルトになるためには彼と同等の原石を持って生まれなければならないということではないだろうか。この世界にはそういう原石を持っている人がたくさんいる。マキセ・クリス、私にとってマキセ・クリスがそういう人物だった。彼女の佇まいを見れば彼女の才能を感じることができた。彼女の中から溢れ出るアイディアの数々にいつも刺激をもらっていた。彼女と共に研究ができることが私には誇らしかったけれど、彼女にとって私がどういう存在だったのか私は知らない。改まって聞くのも気恥ずかしかった。いつか何かのついでに聞ければいいなと思っていたけれど、2010年7月28日マキセ・クリスはこの世を去った。彼女にとって私がどういう存在だったのか、それを知る機会は永久に失われた。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、生前彼を終生のライバルだと考えていた人物が彼のすぐそばで生きていた。その人物の名はアントニオ・サリエリ。ビクトル・コンドリア大学の学内ネットワークでの私のアカウント名サリエリは彼の名から取っている。クリスが亡くなった数週間後、研究所のネットワークシステムが更新され、その時につけた名前だ。生前クリスと共に開発し、今なお研究を続けているソフトウェアの名に対応させたかった。それ以上の意味はない。そのソフトウェアの名前はアマデウス。このニューラルネットワーク型人工知能に天才作曲家の名前を与えたのはレスキネン教授だ。当時私はそのネーミングをとてもいいアイデアだと思ったはずだし、今でもそう思っている。そう思っている。アマデウスとサリエリ、クリスと私、その二つは私にとって特別な意味を持った対応だった。私はマキセ・クリスが大好きだった。私はクリスを尊敬していた。私は
クリスに憧れていた。私は、私は。落ち着くよ。ありがとう。いただくわ。よく考えたら、今朝から何も口にしていなかったわ。ことがあったんだから無理もないよ。何か食べる？唐揚げとかバナナとかお菓子ぐらいしかないけど、それともお弁当買ってこようかな。あ、ピザを取るのもいいかも。ありがとう。でも大丈夫、そこまでお腹は空いていないから。それに、あんなことがあった以上、ホテルを変えないと。手続きが必要だろうから、しばらくしたら戻るわ。今日は休むべきじゃね？顔色も良くないし、なんならラボに泊まっていけばいいよ。ちょうどスズハもいないし、今なら貸し切りな件。ヒア嬢さん、一体何があった？何がって？あ、いや、状況を整理したくてな。アマデウスはどうなった？接続は回復したのか？
キリュウ、萌えか。そう。うわぁ！どこから現れた？ずっといたのか？いた。無人ってどういうことだ？閉鎖してるから。閉鎖？ガス漏れ事故。昨日。それで冷や嬢さんはここに。言ったでしょ。それもあるけど、今朝ホテルの部屋が荒らされたって。それでやむなく。キリュウさん経由で岡部さんに連絡を取ったのよ。忘れたの？よく無事だったな。泥棒とは出くわさなかったのか？ええ、運が良かったわ。キリュウさんのおかげとも言えるわね。不幸中の幸い。ところで、カガリはどうしてる？今頃岩手かな。家族の人に会えてるといいね。家族の人が見つかったのか？うん。それでルカ君とルカ君のお父さんと、あとスズさんと4人で会いに行ってるの。スズハがついてるから大丈夫っしょ。家族、岩手。